皆さんこんにちは、デンです。今回はサイボーグのやり方を紹介していきます。まず、宝箱や海王から黒ひげの鍵を手に入れます。その後鍵でローレイドのスイッチを押します。そしたらコアブレインというものを手に入れろと言われます。ローレイドに一定確率でコアブレインを落とすので相当フラグメントがいると思われます。フラグメントがない人はおごってもらおうね。自分はおごってもらいました。さすがに1回目では出ませんね。そして2回目で出ました。最近運がいいかもしれないです。あ、そういえば、いつの間にか800人に皆さんありがとうございます。ぜひ登録してない人はしてください。コアブレインを手に入れたらまたローのとこでスイッチを押します。そしたら右側に隠し扉が開くので行きましょう。このボットに話しかけて2500フラグメントを払ってください。これで完成です。あとは今まで通り V にクエスト等をやってください。そして V さんのやり方です。画面のように身を持った状態で行きます。そしたら身を持たずに話しかけ200万円払い無事終了です。続いて能力紹介。周りに雷みたいのをまとい、防御力等増え、150ずつ与えますバフあり。基本コンボ向けです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。